ナポリ型マンドリンマンドリンマンドリンはイタリア発祥の発言楽器。現在、最も一般的に見られるのは17世紀中頃に登場したナポリ型マンドリンから発展したもので、弦はスチール製の8弦4コース、長弦はバイオリンと同じく低い方から GDAE。ただし、バイオリンと違って指板にはフレットがあり、弓ではなくピックを使って演奏する。 発言楽器であるマンドリンはギターと同じく持続音が出せない楽器である。この問題は高音においてギターより大きな問題となり、その結果持続音を模したトレモロ奏法が使われる。その他の奏法にはアルペジオ、ピッチカート、ハーモニクスなどがある。19世紀末にアメリカ合衆国で派生したフラットマンドリンはブルーグラス、カントリーなどの音楽ジャンルで、 フィドルやバンジョーなどと共に使用されることが多い。マンドリンには、一軸の縦割りに例えられる、ボールバックのナポリ型や、フラットバックのポルトガル型、バンジョーの半分のサイズのバンジョー型等がある。また、南米には10弦、12弦などのマンドリンも存在する。ナポリ型マンドリンは、糸管軸の金属棒が外に飛び出ているタイプのマンドリンを指し、ローマ型マンドリンは、 ギターと同じ方式の糸完熟をしているものを指す。イタリア起源のリュートから派生したものはマンドリン、スペイン・ポルトガル起源のギターから派生したフラットタイプのものはバンドリンと呼ばれるが、奏法は同じで、音もよく似ている。マンドリン族の弦楽器には他にマンドラ、マンドロンチェロ、マンドローネなどがある。教育用、マンドリンバロックマンドリンマンドリンを弾く。 女性なポリ型マンドリンなポリ型マンドリンマンドリンの、ナット部分マンドリンの音階マンドリンの、音域マンドリンのフレット表マンドリンの直接の、起源はリュートから派生した、楽器、マンドーラと言われている。初期のマンドリンは6コースのガット弦を持つ、いわゆるバロックマンドリンで、アントニオ・ビバルディが書いたマンドリン競争曲はこの方の、ためのものである。近代マンドリンの歴史は19世紀のパクスワーレ。 ビナッチャの楽器改良に始まる。ビナッチャは4コースのナポリ型マンドリンの改良に取り組み、一定の成果を収めた。これ以後、ナポリ型が主流となる。19から20世紀にかけて、ウンベルト一世妃マルゲリータがマンドリンを愛好し、マンドリン演奏はイタリア中で大流行となる。カルロ・クルテイ、カルロ・ムニエル、ラファエル・カラーチェ、シルビオ・ラニエリラが奏者、 作曲家として活躍した。しかし、イタリアが第二次世界大戦で敗北し、王政が廃止されると、イタリアでのマンドリン音楽は一時的に衰退した。日本では、1894年4ヘッツイト土が、イギリス人から送られたマンドリンを演奏した記録が、残っている。1901年には、昼間県八が、留学先のイタリアからマンドリンを持って帰国し、 指導者となる。昼間の門人には、萩原作太郎や藤田嗣ぐや里見トンダがいる。また娘の昼間絹子もマンドリン奏者で、数多くの門弟を育てた。日本で本格的にマンドリンが流行するきっかけとなったのは1924年のラファエレ・カラーチェの来日である。彼は、摂政宮のために、午前演奏するなど、各地で演奏会を開いている。 彼の来日に影響を受けたマンドリン奏者の中に、後に作曲家として活躍する、鈴木誠一、中野二郎、服部忠がいる。1968年から2年に1回、日本マンドリン連盟主催独奏コンクールが開かれ、多くの奏者を輩出している。日本マンドリン独奏コンクールの歩み第23回日本マンドリン独奏コンクール終了。ありがとうございます。